えー、こんにちは <coughs> 一色出版の岩井です今回はホタルの話ですね元気なオスを好むのはホタルも一緒という風なタイトルで、えー、紹介していきたいと思います、えー、元気なオスを好むのはホタルもってことはまあ、他の動物、例えば人間ですね人間とかまあ他の動物なんかでも元気なオスを好むっていうのはよく見られると思うんですがやっぱりこういう小さい生き物、まあ、ホタル でもやっぱりオス、メスは何でも、オスは何でもいいわけではなくて、元気なオス、まあ、優秀なオスと言ってもいいかもしれないですけど、元気なオスを好むということになっているらしいです。じゃあその元気なっていう時の,その元気なの,の基準っていうのはどういったことかっていうのはちょっとこれから見ていきたいと思います。まずですね、発酵昆虫、そもそも発酵する昆虫っていうのは、 ホタルが一番有名ですが、まあ、いくつかの科,に <coughs> 科が挙げられ,挙げられ、えー、ますね。で、今回、えー、<coughs> ベースにしている本がありまして、「昆虫たちの不思議な生の世界」という本なんですが、そこで、えー、触れられているのは、フェンゴデス科、そしてコメツキムシ科、そしてホタル科といったものが挙げられています。まあ、他にもいくつかあるようなんですが、主にはここで、この本ではホタル科、この3つの が挙げられてますでこの3つの「か」の中でも、えー、リズミカルな点滅をするというのはホタルかのみになるとリズミカルな点滅ですねこのリズミカルってところがまあ意味がありましてもちろん、S、オスとメスのコミュニケーションの仕方でリズミカルに光ることによってまあ何らかの意味があると、えー、考えてるわけです考えられているわけですねじゃあそもそも まあ、なぜ点滅するのかってことが考えられるんですけど、まあ、今言いましたよねオスとメスのコミュニケーション具体的には、えー、同種の異性であることの確認、まあ、ホタルにもいろいろ日本でも種類がいますありますがゲンジボトル平均ボトルなどは普通に見られると思うんですが <coughs> やっぱりホタルも同種の異性であることをしっかりと、まあ、当たり前ですが確認しなくちゃいけないとでもこれやっぱり光 とか光の発光の具合とかじゃなくてそのリズム発光して点滅するそのリズムによって動詞の異性かどうかでどうかっていうことを選んでるってことも言われてるようですじゃあ動詞の異性ということが分かったじゃあ分かってそのメスにとってオスは動詞の異性であれば誰でもいいのかっていう話になりますがそれは <laughs> そういうわけでもないらしくて。 メスはより強くより短い点滅スパンで光る、えー、元気なオスのシグナルを好んだ、まあ、好んだって書いてありますけどこういう実験をされた方がいるようでして、えー <coughs> まあ、このホタルですねこういった革命になるわけですがこういったえホタルを使って実験したところ、えー、元気なオスのシグナルを好んだ元気なっていうのはより強くより短い点滅スパン まあここら辺はまあ元気なのこの2つのポイントが挙げられてますけどまあ納得できるような人間から見ても納得できるような感じはありますね。より強くまあより光の具合,がつ具合が強いってことですね鮮明にとかでより短い切れがよくみたいな感じでだらーっと光ってるわけじゃなくてパッパとテンポよくリズミカルに光るそういうのを元気なとして。 元気なオスだと見分けて、えー、それそういったオスが好まれるという具合ですね。えー、動詞であれば何でもいいわけじゃなくて、元気なオスを好むと。元気なっていうのはまあ、強く短く光る。まあ、なんとなく人間から見てもよくわかるような、えー、シグナルだと思います。まあ、今回こういった記事が面白いと思ったんで、えー、紹介しました。どうもありがとうございました。